はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシュンです。今日は皆様にお願いがあります。これ YouTube ってすごくいろんなことがわかります。例えば日本でどのぐらい見られてるのか、世界の国々でどのぐらい見られてるのか、それぞれの国ごとに分かりますね。でもちろんその国ごとに例えば男性女性の割合がどのくらいなのかとか、あとはこう年齢層がねどのぐらいでこう 何歳から何歳までは何パーセントみたいな、それも男女比で出てきます。その他にまあ今チャンネル登録者が僕5800人くらいいらっしゃるんですけれども、その中でチャンネル登録してる方としてない方がどのぐらいの割合でこう毎日見てるのかっていうのが出てきます。そこがねちょっと問題なんです。実は1日にこう数千人の方が見てくださってるんですね。その中でチャンネル登録してない方がなんと9割です。でチャンネル登録してくださってる方が1割なんです、っていうのは多分ね、僕ね皆さん毎日見てくださっている中でチャンネル登録の仕方がわからないっていう方がすごくねたくさんいると思います。これね実はね生の声でもね僕のところに届いてきてます、なのでこれチャンネル登録の、ね、仕方っていうのを動画の下のリンクのところにちょっとね僕がねわかりやすいのをネットで調べて他の人が書いたものなんですけれども、これが一番チャンネル登録の仕方が分かりやすいんじゃないかなっていうのがあったんで、そこを2つ、リンクさせていただきました。っていうのは、まずチャンネル登録のやり方が分からない以前に、多分アカウントを持ってないとチャンネル登録ってできないんですね。そのアカウントの取り方が分からないっていうところからだと思うんです、なのでそこからこう2ステップに分けて下のリンクに貼り付けておきましたんで、それでチャンネル登録をしてくださって視聴してくださるとすごくありがたいんです。チャンネル登録にはねもちろんお金とか一切かかりませんし、皆さんの情報がこう流出するとかそういうこともありませんので、気軽に、チャンネル登録していただいていいと思います。そうするとまあ僕のねこう YouTube がアップされましたよとかっていう情報とかがこう流れてくるんです。ただ YouTube っていうのはそのチャンネル登録者で結構ねいろんなものを見ていて、でチャンネル登録者数によってこう動画の編集の仕方とかいろんなものがこうなってます。チャンネル登録が多い人ほど良くなってるんですね。なのでできればねこうチャンネル登録はどんどん多くしていきたいので、皆さんにチャンネル登録をお願いしたいと、そういうことなんです。今日は、今回の動画は皆さんにそのチャンネル登録をお願いしますという動画です。ですのでこれからもねこうなるべくこう毎日のように、まあ、毎日はちょっと無理なんですけど、週にね2本か3本は確実にこう新しい動画を上げて、こうお花の素晴らしさを皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではお願いいたします。 See you next time!